はい、じゃあブースタークリップのね交換をやっていきたいと思います。で、実はもう練習で、マイナス側をやりました。でないとねいきなり本番ですとあったふたしますんでね。実は練習して、動画撮影用にはねプラス側をやります。はい、でこれがね古い、ブースタークリップです。これ下に抜きますと、よいしょ、はい、こういう風にね、分かりますかね、この本体にハンダ付けしてあって、これ抜けないようにかしめてあるという構造になっております。はい、で、まずね、このかしめをね、このマイナスドライバーでちょっとね、緩めていきます。よいしょ。これがね、結構ね、しっかりかしめてあるんですよ。よいしょ。あ、取れたね。よいしょと、よいしょと、ちょっと手の影で見えなくなっちゃったらごめんね。はい、よいしょと、なかなかねクローズアップしちゃうと今度オフフレームになっちゃうんでね。はい、これでねかしめが開きました。で、この真ん中にね、ハンダ付けしてありますので、このハンダを抜いていきたいと思います。ちょっと手前からねハンダごて、を当てますので、多分見えないと思います。まあ想像してください。はい、でね、もうこれも年代物のハンダごてです。これね多分100ワットぐらいあると思うんだけどね、はい、100ワットのハンダごとで、温めます。今100ワットなんかね、ハンダこんなでかいハンダごて持ってる人いないよね。よっこいしょ、よ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 いしょ、はい、抜けました。はい、こんな感じですね。はい、で、このゴムのキャップを、抜き取って、はい、これねクリップ代わりに使えるんで、これはこれでね捨てないで、ちょっと挟むのにいいんでね、これは捨てないで取っておきます。はい、で、まあ、まずね意外には忘れるのがこのゴムだよね。よいしょ、こういう風になってますので、このゴムをね入れるのは忘れちゃうとね後で入んないんでね。結構これやるんですよ。はい、これをゴムをまず最初に入れておきます。で、どういう風になってるかっていうと、この赤い部分は、金属っていうか鉄です。で、この真ん中に、見にくいんですけど、真ん中これが銅になってます。で、この銅が、ここ行ってこの先端の、この挟む部分ですね、になっております。ですからこのボディは鉄です。さすが安物。すごいよね。まあしょうがない。で、ちなみに、こちらは全部銅でできてます。やられたよね。はい、で、まあ、とりあえず、これ、取ることができました。よっこいしょ。よっこいしょ。はい、で、このね、線を、ここに、かしめて、ここにね穴が開いてますので、この銅の入ってる方にこのネジで固定するという作業になります。ですからまずこれをハンダ付けしてかしめるという作業になります。
どうしようかな。まあこういう時にこういうのがあると便利なんだよね。よいしょ。ここにハンダを持っちゃおうか。ここへね、ハンダを持っちゃいましょうか。よいしょ。ウォーターポンプフライヤー。ウォーターポンププライヤー持ってきます。よいしょ。 ちなみにマイナス側は、これがあるのがこれがあるの気がつかなくてね、直接こっちハンダ付けしちゃったんですよ。ほんで袋の 中見たら、通販で買うときは確かこれついてたんだけど、なんかついてきてなかったんで、あれと思ったらやっぱり袋の中の方に入ってました。はい、なわけでプラス側とマイナス側はちょっと作りが違うんですけどね。ちょっと失敗ですね。はい、でこれでよいしょと。これ あまりね出しちゃいますと、この ネジの部分にかかっちゃいますので、ちょっと引っ込めてね。よっこいしょ。よいしょと。これでかしめちゃおうか。よっこいしょ。よっこいしょ。ここでちょっとこの出具合をね、調整しとかないとね、後で戻せなくなっちゃいますので、よいしょ。もうちょい戻そうか。よいしょ。はい、これであとはこれで挟んで、よいしょ。ちょっとね、わがまましないようにしといて。はい、これで、ハンダを持っていきます。本当はね、予備ハンダしてやればよかったんだけど、今忘れちゃいました。予備ハンダするの忘れちゃいましたんで、ここに持ってっちゃいます。よいしょ。何かしかやっぱり抜けますね。ああ、でもうまくハンダ流れてくれたようです。よいしょ。ああ、OK ですね。ああ、これはうまくいった。おう、天才。誰も褒めてくんないからね、自分で褒めてます。よいしょ。この胴の上ももう これかしめて使い直すってことないんで、しっかりこのかしめの部分も緩まないように。よいしょ。ああ、うまくいった。おお、天才。よっこいしょ。はい、あとはね、ネジでこれに、ここの部分ですか、反対側で言うとこの穴の部分ね、穴の部分にネジで固定すればいいんで、こっちはプラスドライバー持ってこないっちったな。ラジオペンチとプラスドライバーこの辺にあったかな。ダメですね。よいしょ。
ラジオペンチはね、どっかへ片付けちゃったね。よっこいしょ。ラジオペンチ。よいしょ。すいません、段取りが悪くて、ラジオペンチが別のところにあるんで取ってきます。はい、すいません。電子工作用とね、農機具用と工具箱が違うもんですからはい、じゃあね、こんな感じで、よいしょ。はい、ちょっとここが溶けちゃったな。まあ大丈夫でしょう。はい、あとはこれを、よっこいしょ。ここへね、入れてね、ビス止めすれば OK です。これはどっちだ？これはちゃんとした、ジスネジじゃないね。ジスネジだとね、裏表分かるように、ドットが入ってるんですけど、ポンチが入ってるんですけどね、これはジスネジじゃないんで、ポンチ入って ないですね。こっちからネジで回しちゃった方が早いか。よいしょ。よいしょ。あ、入ってきましたね。よいしょ。よいしょ。ある程度きつくなりましたので、これは何ミリでしょうね。6ミリぐらいかな。6ミリなんてスパナないんでね。よいしょ。内側を、いや、もうちょい、あ、まあ、まだまだ閉まりますね。よっしょと、お、こんなもん閉まってて大丈夫だな。よっしょ。あ、これで閉まりましたね。はい、よいしょ。ちょっと余計なもの片付けます。よっこいしょ。はい、で、ほぼ完了です。それで、このね、キャップを戻すんですが、はい、これが鉄でできてますんで、鉄でこう塗装してあるんで、結構緩いんですよ。滑りがいいんで、ここにね、ちょっと F コを巻きます。 F コをちょこっと巻いて、こうゴムとゴムなんでね、いくらか滑りが悪くなるんで、先ほどやったらね抜けちゃってねあ、やっぱり F コちょっと巻いてやった方がいいやと思って、なかなかね、カメラから見え、カメラ目線で作業するっていうのは結構難しいよね。よいしょ、よいしょ。あ、これ F コ？ F コじゃねえか？あ、F コだよね。あ、ひでえ F コだな、これもな。ちょっとこれやめよう。これ、ベタベタ。いや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 。こっちのニットの F コにしましょう。
こっちのがまともだ。はい、すいません。ケチってね。ケチって。よいしょ。この上に、よいしょ。まともな F コを巻きましょう。よいしょ。よいしょ。左手なんでね、うまく巻けないよね。よっこいしょ。よいしょ。これが右手で巻くとね、もうちょっと綺麗に巻けるんだけど、まあいいや。よっこいしょと。よっこいしょ。よっこいしょと。いや、今日はカメラ目線でサービス。よっこいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、ちょっとね、ちょっと巻きが汚いんですけど、はい、これでちょっとね、これ F コ巻いた分、あのこの毛が太くなるんで、抜けにくくなるんですよ。はい、よっこいしょ。よっこいしょ。はい、この反対側もね、軽く F コ巻きましょう。こっちはね、ほんとちょっと滑りにくくするだけなんで、よいしょ、よいしょ、こんなもんで大丈夫でしょう。あんまりね、太くしちゃうと入んなくなっちゃうんでね。で、よっこいしょ。よいしょ。これ冬だとちょっと厳しいよね。まあ暖かい時期にはこういうこうゴムとかプラスチックはね、暖かい時のがいいよね。あのいとこが言ってましたけど、あの自動車屋やってるね、 いとこがね、あのプラスチックの部品って冬になると硬くなるんで、外そうと思ってね、パリッと割れちゃうことがあるって。そうだよね。はい、はい、これでね、一応終了です。よいしょ。ちょっと最後段取り悪かったですね。はい、はい、よっこいしょ。はい、こんな感じでね、新しい、ブースタークリップがつきました。ちなみにオリジナルはねこんなちっちゃいのでね。これ何アンペアぐらいでしょうね、10アンペア20アンペアくらいでしょうかね。こちら一応1000アンペアってなってましたね、Amazon のカタログでは。はい、そういうわけでね、ブースタークリップ交換の動画でした。ちょっとね、段取り悪くて申し訳ありませんでした。これで終了したいと思います。